メゲリのちかこです。今回は信用金庫業界ナンバーワンの京都中央信用金庫の皆さんにお集まりいただき、採用ページにはないようなお話を聞いていきたいと思います。では簡単に自己紹介をお願いします。はい、2019年の入社の山本と申します。営業係を担当しております。よろしくお願いします。2018年入社の太田です。障害係をしております。よろしくお願いします。2014年入社の川内と申します。現在融資係をしています。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。お願いします。いきなりですが、信用金庫と銀行は何が違うんですか？エリアが全然違いますので、全国のメガバンクと信用金庫はそこが大きな違いかなと思いますね。まあ、幅広く、まあ、いろんなお客様のところに、まあ、一緒にこうどちらかと寄り添う、そんなイメージがあるのが、まあ、そこも強みの一つかなと思いますね。じゃあ、皆さんは具体的にどんな業務を行っているんですか？窓口に来られるお客さんの入出金振り込み、まあ、いろいろ広報だと為替だとか相続とかそういった事務処理をしてます。で、最近はその NISA とかに興味ある方が多いので手助けするっていうような形で、うん、私は今融資係をしてまして、で、障害の外回りの子が、持ってきた案件であったりっていう部分を一緒に仕事をしたりっていう、で、結構はチームワークになるので、一緒に外回りに一緒についていってお話をしたりとか、営業係の窓口の仕事の人とも連携をすることがあるので、窓口にそれこそ振り込みをしに行きたいとかっていう時にもいろいろ連携をして話をしたり、一般的な業務は法人さんであったり、まあ、個人の公務店さんだったりとか、あとはまあ個人 の, あのそういった資産形成のご案内とか、個人宅に訪問させてもらって、まあ、いろんなこういった預かりスタンドから、まあ、ご融資の相談であったりとか、あとは補助金を一緒にご支援したりとか、まあ、取引先さんの紹介、こう、 うまいこと当庫のつながりなどを紹介したりとか、こう幅広く融資して預金を集める、そういったことはもうあんまり文字数が少なくなってきてるかなと思う。ね、結構そういう金融に関する知識がないとちょっと厳しいですかね。そうですね、あの勉強は必要だと思います、うん、でも自分のためにももちろんなります、確かに家族のためにもなります、うん、そうです、めっちゃ感じるかもしれない、うん、もともと第一志望だったという方はいらっしゃいますか？あ、違うんですか？違うんですね。子育て出産っていうライフステージになった時に、全国展開の会社と、やっぱり現金が伴ったりして、現実問題結構続けるのが難しいなと思いまして、お仕事の、大きな金融機関で働けるっていうところと、まあ、今後の続けやすさを考えても通信がいいなと思って就職活動してました、しっかりしてんな。いい選択や。選考はどういう雰囲気で行われたんですか？緊張はもちろんしますけれども、ガチガチで怖いっていうところはなかったですね、印象的だったのが、最終面接でその役員さんと話しするときに、趣味は何ですかって結構フランクな質問が来て、私お笑いが好きです。あお笑い芸人の話でちょっと盛り上がった、想定質問集にお笑い芸人の話なんですね。ちょっとお笑いですって。事前に調べてみたんですけど、数字の目標とかって結構厳しいんですか？視点全体でどうやってその目標を達成するかっていう働き方をしているので、逆にそれで団結感も生まれてっていうような、誰々が取ったらみんなでこう拍手して、なんでどうやって取れたみたいな、できなかったことを怒られるよりも、できたことを褒めて共有していって、どうやったらできるようになるやろうっていうところを、意識してるかな、みんなで。そうですね。1日のスケジュールを教えてください。まず朝一で前日のデータ整理とかをしたりして、9時から3時までの間は来店されるので、事務をまあひたすらこなしていく、シャッターが閉まってからは集計業務になるので、4時ぐらいまではガーッとその日の1日の締めを必死でしていくと。みんなが知らない3時からの銀行の、みんなの知らない3時からの仕事、ここからが本番。ここからが本番。あと集計が一致してからは、ちょっと処理し終えたものをちょっと任したりとか、その外回りの人が持って帰ってきた仕事とかの整理したりとか、あとはまあお電話でお事務の担当のお客さんにあの情報提供とか、まあいろんなそういう活動はしてますね。定時5時で、月末とか忙しいので、めちゃくちゃ遅くても私の視点やったら6時半から7時には開店してますね。ナイトダウンって言って、
5時までには退店というルールがあるので、じゃあ平均的になんか残業時間は少ないなっていう印象ですか？友人とかに聞いてると少ないかなっていうのはあんまり思うかなって、うん、もう家帰ったら、まあ、なんか趣味に当てたりとか、うん、ね、なんか最近面白いなって。もともとエレクトーン趣味でやってるので、はい、ストレスの解消にもなってるかな。こんなインパクトある趣味ないですか？イメージちょっとつかないエレクトーン弾いてる。そうかなって思うぐらい。女性も結構働きやすい環境は整っているんですか？主任さんね、育休中の方っていうのはたくさんおられてて、朝来るのも10時ぐらいの時間を、うん、ちょっとずらしてとか、送ってから10時4時とかもできますので、係長とかそういったその上司でもそういう育休経験がある方とかはすっごい特に理解があるので、体調面気にしてたりとか、お子さんのその都合で休むというのも、ぜひ休み休みっていうような環境が整っています。歴史があるのでかなり IT 化にも時間がかかるかなって思うんですけど、そこは実際どうですか？むしろどんどんと変わっていってるかなと思います。で、信用金庫業界で初めて DX 認定というのも取った会社でありますので、人材にもそういう IT の勉強を進めているというのは力を入れているところかなと思います。そうですね、うん、では最後に就活生に対してメッセージをお願いします。就活生の皆さん、就職活動大変だと思いますけれども、後悔のないように一生懸命頑張ってください。金融業界は自身の学びと成長と、そしてたくさんの人の貢献できる素晴らしい会社であり業界であると思ってますので、ぜひトークで一緒に働きましょう。お待ちしてます。京都中央信用金庫はこのように楽しい仲間と一緒に働きながら自己成長もできるとてもいい会社なので、一緒に働けることを楽しみにしております。よろしくお願いします。この動画を見て京都中央信用金庫についてもっと知りたいと思った方は、概要欄にあるリンクからマイページ登録をお願いします。お待ちしてます。メイケリのちかこです。今回あ、ちょっと失礼しました。ちょっとやめてやめて、ボケんといても